今日はなんか すごいバタバタしててふーって感じなんですけど、こんばんは、こんばんは。やばか、顔、あちょっとあ、楽しみにしてました。あ、こんばんは、ありがとうございます。なんか顔がちょっと今日調子悪くて、こんばんは。なんかこう SNS を始めてからすごくこう実際になんていうの、ツイッターとかそうやってインスタとかアカウント名を見るようになってあ、なんていうんだろう、こんばんは。あ、だめだ、なんか緊張してる。また持ってきちゃった保冷剤。なんか今日そう、なんか桜学院を辞めて終わって SNS を始めてから、なんていうの、いろんなこうなんていうアカウントの名前を見るようになって、うわーってなって、あ、誰々さん誰々さんみたいな分かるようになったことがすごく嬉しくて、今日なんかちょっとやばいな、なんかちょっと全体的に。よし、いやここでねこうやって気合い入れないとね、私はね気合が入らない。なんかツイッターで TikTok で抜き、あ、 TikTok じゃない、TikTok で抜き打ち Twitter で大賀咲と検索してみたをしたくて、ワクワクしながら検索するとたくさんの素敵なツイートを発見。編集が終わり夜中の0時半を待てよ、それって無断転送やん。新年一発目の爆弾娘を発揮しそうになりました。自由に私を喋らせてみてくださいっていうこんなツイートをね載せたんですけど、それについてたくさん来たんですよね。なんか僕パーカー、さきちゃんに着てもらえて幸せ。さきちゃんがこのパーカーを今着てます。カレーうどんやばくない？待って、もうちょっと待ってかのちんが連絡くれたんだけど、ちょっとダメだね、ちょっとダメなんですよ。ちょっと待ってね、ちょっと気合が入るまでに時間がかかってます、なんかこう TikTok を始めて、そう TikTok でコメントでなんか桜の曲を踊ってくださいってすごく言っていただくんですけど、桜の曲すごくなんかハードル高くないですかっていう、ちょっと待ってね、ダメだ、あテンパってる、そう、なんかね、桜の曲を見たいって言ってくださってる方が多いんですけど、なんかこうね、なんかこう多分桜の曲を踊るといろんな方が見てくださるとは思うんですけど、なんかこう緊張しちゃうなっていう、ちょっとダメだな、気合が。
なんかあのインスタ、あ、じゃあダメだね、インスタライブで、あの、あ、そう、待って、分かった。じゃあね、その私インスタライブをするとすごくあのたくさんの人に見ていただく中で、何気に友達も結構見てくれてて、なんかさっきちょっとバド渡してて9時2分ぐらいに始めたんですけど、その9時2分に始めた時にちょうど友達から LINE 来て、大ヶ崎のインスタライブ待機してんだけどみたいな来てそうだから、あの、急いで始めましたっていう、そこからがスタートですねっていうところから始まって、結構そのインスタライブやるとその後に友達とか、から連絡が来るんですけど、その連絡が来て、なんかこうバイト先のね先輩が、あのインスタライブ見たんですって、前回の。そしたら、その先輩とすごく仲がいいんですけど、なんていうの、さきちゃんのお友達こんにちはみたいな、さきちゃんこんにちはっていうコメントってすごく多いんだけど、さきちゃんのお友達こんにちはっていう、このね、ここが流れたんですよ。だからさきちゃんのお友達こんにちはって書いた時に、そのお友達がその画面に向かって、直接こんにちはってやってたみたいなので結構こんにちはって書いてあげてください。そしたら多分私の友達の誰かしらがこんにちはって多分あの目の前でお辞儀するかなって思うのでなんかね、 TikTok でダメだね、ちょっと今日はちょっとダメなんだわさきちゃんのお友達こんにちはって書いてあげて、書いてあげてくださいっていうのもちょっと変ですよね。こんばんは。いや、なんかそうっていうのがあって、そうやって友達とかにも日々支えられて生きてるんですよ。なんかこう、私は本当に友達がいないと生きていけない性格だなっていうのをものすごく感じてて、なんか、なんだろうな、なんて言うんだろう、こう、私ってなんか誰かと喋ることで、なんて言うの、自分を出せるというか、そのバイトの先輩から言っていただいたんですけどねえ、誰だ、ちょっとねえ、待ってでも本当に今 LINE の通知でか、言っていいのかな、これかのからもっと面白い話してってきたんだけどなんか言っていいのかな。やっぱさ、ワンファイブとして活動してるから、なかなかちょっとどこまでこう私が踏み込んでいいのかっていうのがあるんですけど本当にそういう感じなんですけどねって感じで、そう、その先輩からも言われたんですけど、なんかさきちゃん、なんだろうなんかやっぱり、お、なんか、まあ、さきちゃんってすごく誰かがいた方がいいよねっていう風にすごく言われたので、でもなんか TikTok がすごくそれをいい役割を果たしてて、ダメだ、真面目な話になっちゃうな、素の真面目さが出ちゃうダメだちょっと、なんか本当は今日のためにいっぱいいっぱい話すことを考えてきて、一つずつ言いたくなっちゃったんですけど、まず顔のコンディションが悪すぎてなんかちょっと話す気になるそう、なんかさ、高校時代とかもさ、あれじゃない、こう、女子ってさ、トイレとかすごい行くじゃん、鏡すごく見るじゃん、だからそれで顔の調子悪いと、あ、マジ今日な、今日一日終わったわみたいな感じになるんだよね、なるんだよねだからもう、なんかね、友達からのツッコミがねすごいんだわ今日、今 LINE の通知でこの串をこうやって使ったら
出た愛用の櫛って来たんですけど。だからね、そう、そうやってなんか友達がちょっとこう、通知くれると、すごく安心するかもしれない。でもね、もうなんか私、インスタライブってすごく、皆さんこう、お友達な気がして、こうなんか、みんな、何言ってんだって、皆さんお友達な気がしてて、なんかこう、TikTok を始めてすごく思ったのが、なんかすごく、文章がすごく伝わりにくいなっていうのをものすごく感じて、なんか、なんて言うんだろう。こうやっぱり、昔から私のことを知ってくださってる方とか、なんかこうやっぱり私のキャラとか個性とか性格とかっていうのを全部知った上で見てくださってるけど、なんかこうそうじゃない子も、そうじゃない方っていうのをもうなんかやっぱり見てくださるんですけど、そうなるとやっぱり意味わかんないですよね、多分私が普通に話してて、そうなんかはみたいな感じになる時があるから、ちょっと気をつけなきゃって思って、うん、ちゃんと人に話を伝えるっていう、初見の方にもあの話が伝えられる人になりたいって思ったんですけど、さきちゃんの友達になりたい人生だった。さきちゃんの友達、さきちゃんの友達は幸せだと思います。そんなことないですよ。私は友達になってくれてありがとうって感じ。なんかなんだろうな、友達になってくれてありがとう、だからもう友達になってくださ。なんかさ、もうダメだよね。なんかね、そのすごく思うのが、なんかこう桜学院でなんかいろいろ公開授業とかやってて、なんかね、やったからこそ自分の中のなんかは、ダメなんだ、もうこんなそうって感じで。じゃあ皆さんに質問があります。私は今日あのあるところが変わったんですけど、どこが変わったと思いますか？前回のライブから本日までで変わったところがあって、ダメだ、今日は顔そう、なんか実は眉毛眉毛はね一緒なんだ、前髪切った、あ、そうそうそう、前髪切って髪の毛、あ、そう、ストッパーはねちょっとしてないんだけど、あー面白い、うん、ストッパーはしてないんだけど、なんかね髪の毛をちょっと暗くしたんですけど、これなんか前回も本当はちょっと暗くして、そっから色落ちを楽しむスタイルになっておりまして色落ちを楽しんでください。あのこれは今ただいま2日目3日目ぐらいなので、そこからの色落ちっていうのを、ね、ケンスイ君がさきちゃんすごい大人になったよなって言ってたよ。どこで言ってたのどこで言ってたの。ケンスイ君大好きですよ今でも。っていうことで、ただなんかこうインスタライブってやっぱすごくホッとするなっていうのを感じました。青毛がない、青毛ないですね今日調子いいかもしれない。なんだろう、なんかこの前深夜投稿した時の青毛がすごくてびっくりしちゃった、全部字幕で青毛隠しちゃったもん、なんかどうしようみたいな、いっぱいコメントで書かれたらどうしようと思って黒く染めてるの？あ、染めてないんですけど、なんか、あの、アッシュっていうのかな？アッシュ、茶色アッシュ？ん？何それ？茶色アッシュじゃないな。茶色アッシュみたいな。アッシュでちょっと茶色気を出してるスタイル。あ、OK、落ち着いてますね。今日はちょっと見てください。今日はちゃんと見ていいですよ。アホ毛がない、ほぼ。元気です。元気ですか？元気です。久しぶり！久しぶり！ブラウンアッシュ、そう。って感じなんですけど、なんかね、そう、すごくありがとうございます。こうやって見てくださって、めちゃめちゃ本当に嬉しくて、なんて言うんだろう、皆さんがいてくれて何よりです。そう、
だから今後も TikTok でちょっとアホ毛がやばい時はアホ毛を隠していきますね、字幕でって感じで。アホ毛の話は終わりですね。なんか最近なんだろうな、なんかすごい合唱部の話とかも TikTok でしてたのかな。桜学院の話と合唱部の話、私の中学生の頃の青春が桜学院で、高校の頃の青春が合唱部なんですよ、大まかに。でなんかすごくその時に感じたことをちょっと真面目に話したいんですけど、なんか私はもう見てわかる、もう見てわかる通り、性格的にも見てわかる通り、なんかこう人をのリーダー、人の リーダーに立てる存在では、まあ、存在ではないというか、自分がそこを望んでないというか、なんかね、なんだろう、なんか合唱部で、なんで、皆さん部活動って何やってましたか？部活動ってなんか何かやってらっしゃいましたか？TikTok 見てくれてありがとうございます。そう、なんか部活動をね、やってくださってた、やってくださってた。どんだけ敬語使ってんのって感じなんだけど。日本語検定この前受けたのに。この前受けて、敬語と文法はもう、ほぼ完璧。帰宅部、バドミントン、あ、そう、運動系やってる人いる。あ、合唱部もいるんだ。そうそうそう、それで、なんていうの？部活動をやってると、やっぱり部長とか副部長とかそういう役割が出てくるじゃないですか。ダンス部とか、ああすごい、アメフトとかいっぱい、サッカー部とか、ありがとうございます。そうで、なんかそうなってくると必ずリーダーになる人が現れるんじゃないですか。そうで、そこでね、なんかこう、なんて言うんだろう、なんか自分ってすごい、なんかその中学生の頃、生徒会長になるかならないか、まあならないだろうなって思ってたんですけど、まあその頃ってやっぱりなんか小中学生の頃って常にこうやっぱ、まあ誰しもがって言ったらあれだけど、結構上に立ちたいリーダーが一番みたいな感じのところがあると思うんですけど、なんかこうすごい私は高校でね気づいたことがあって、なんかそれまではなんていうの、生徒会長っていう、中学生の頃生徒会長になりたかったなとか考えてないわけないんですよ。なんかその頃ってやっぱりみんなねなりたいみたいな、けどなんていうんだろう、教育委員長になって、その後部活動で私は団長じゃなかったんですね。他の子が団長になって、でその時はなんていうの、やっぱりね、私って桜学院でも部活動でもそうなんだけど、なんかね、人のリーダーに立つ位置じゃなくて、リーダーの子がいてその周りでべちゃべちゃ喋ってる役割なんだなっていうのに気づいて、なんかこう、なんかそれが自分らしいっていうか、一番意見が言いやすい立ち位置なんですよね。なんかこう、だからこそ意見をスパッと言えるし、なんかこう、なんて言うんだろうな、自分、こう、私は感情をどんどん出していくのが得意なので、そのなんていうの、例えば雰囲気が悪かったりとかした時にスパッと言うとか、あとは笑ってない時に笑わせるとか、そういうのがすごく得意なんだなというのを感じて雰囲気を変える役に立ちたいと高校時代に思ったんですよ。で、何を話してた？私これカンペ読んでるだけなんだけど大丈夫かな？で、なんか昨日インスタライブのシミュレーションをしてたんですよ。で、その時、なんかこう、カメラも何も動いてないのに、こう、私はこうで、こうで、こうで、そう、私はこの役割で、みたいなことをひたすら、ぶつぶつ喋ってて、これいい話だと思って、これ言いたいなって思ったんですけど、今こうやってカメラを目の前にすると全然言えないっていううん、そう、なんかまあ要するにね、私は違うんですよ、裏のとかじゃなくて、こう意見を言いたがりなんですね、すごく。だからこそ、こうなんていうの、
生徒会長とかリーダーとか団長とか部長とかっていうのは別の子がなった方が素敵なグループになるですね。そういう周りの子を ダメですね。今日はちょっとなんか全体的に緊張しちゃってて、もうダメだわ。ごめんなさいね。ちょっとコメントを読んでいこうかなと思います。そうそう、昨日の練習で盛り上がりが過ぎちゃったんですよね。わかりますか？昨日の練習で、そう。ただ、そう、そういう感じで、ちょっと何を言ってるんだかっていうね。こうなんですけども、そう、本当にありがとうございます。そう。だからね、後輩とかに、やっぱりそうですね、学ばせられることも多くてですね。じゃあなんかね、違うの、本当ごめんね。なんか私はこうでこういう性格、誕生日いつ、誕生日は4月の11日です。ありがとうございます。今のところ最高に楽しい、ありがとうございます。この音ですね、足を叩く音。かのちゃんとコラボしないって、かのちゃんとコラボできない、できないでしょ、できないでしょ、したいけどね。今日は暑い、寒い、暑いです。保冷剤持ってきちゃいました。あ、そう、4月の11日はもうすぐ。そう、あ、待ってね。そう、吹き出しのやつ全然読んでないわ。テンパっちゃって。実はいろいろビビってます、だって。その通り。ビビってるんですよ。なんだろう、誕生日プレゼントに何か欲しいものある？誕生日プレゼントは、愛情？愛情が欲しい。それ、あ、全然プレゼントとかは、私は、なんか物より、何を言ってんだ。そう。なんかね、友達、4月生まれって、プレゼントを、もらう側じゃないですか、一番最初のスタートダッシュが。で、ただ、もらったら返せばいいっていう、もらった人にだけ返すっていうスタンスなんですけど、4月生まれの私たちの、愛情足りてないんだって、全然そんなことないですよ。ちょっと、すいません。普通に。てつってって、てつつ。もらって、私の TikTok を見てくださってたらわかるかなと思うんですけど、やっぱり、家族からのね、愛情をたくさん受けてて、友達からの愛情もたくさん受けてて、愛に飢えてない、飢えてない、ダメだわ、ちょっと誤解させちゃった。で、なんかこの吹き出しとかもたくさん書いてくださってめちゃめちゃ嬉しいんですけど、なんかもう自分で読んで満足しちゃったっていう。いい感じなんですけど、さきちゃん今一人暮らしですか？一人暮らしじゃないです、実家だってさ、 TikTok でさ、実家、ザ実家だよね。お母さんとお父さんがいっぱい出てくるもんね。お兄ちゃんもだけど、お兄ちゃんもさ、ずっと頭見せられちゃダメだね、緊張しちゃってる時。
インスタの質問ボックスみたい。すごい。コラボ、コラボでもちょっと緊張しちゃうでしょ。コラボいきなりしようぜって。嬉しいですけど、嬉しいですよ。めちゃめちゃ。そうですね。アイシャドウ何色ですか？アイシャドウはここが金色でここが赤で、あ、違う、ここが赤でみたいな聞いて覚えてますか。あの、今でも夢とかに出てきます。やっぱりすごく幸せな経験だったので。後ろにいるのは誰ですか？後ろは誰もいないな。見えます？逆に、もしかしたら幽霊見えるのかな。サークル入ってないかな。いや、あ、サークルはでも行ってたけど、なんかこう自分のやりたいことが見つかって、真面目にサークルをやってたので、ちょっとこう自分のやりたいことを見つけたら、そっちがメインになっちゃう。ちょっとって感じで、なんか私最近すごく不思議に思ってることがあって、そうですね、小学校中学校の先生ってもう会えないじゃないですか。で、それってすごく不思議だなって最近すごく感じてて、なんかこう一度出会った友達とかって仲良くなったら連絡先も交換するし、そこでまたじゃあ二十歳になって、30歳になって、40歳になってとか、仲いい子とはどん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 縁がつながっていくとは思うんですけど、その中でも生きてて先生関係ってその学校を辞めた瞬間に途絶えちゃうじゃないですか。で、連絡先とかも交換できないから、なんかすごい巡り合えないっていうことが不思議で不思議で仕方なくて、なんかそのこの前小学校の先生と再会する夢を見たんですけど、そう、なんかすごくそれが不思議に思っちゃって、なんかこう私自身すごく学校が大好きな性格だったので、学校の印象ってやっぱものすごく大きくて、うん、なんかでもそれぐらい、なんていうの、先生にとってはごく一部かもしれないけど、あ、なんか生徒にとっての先生って結構あれじゃないですか、一人の存在っていうか、担任の先生なんてたった一人の存在だったわけですよね、っていう。そうだから、この前中学校の先生にもレストランでたまたま出会って写真撮ってもらって、そう、なんかそのやっぱり先生と会えなくなるっていうのがすごくなんか不思議な縁だなーって感じました。どう、なんかやっぱり会いたい、なんかやっぱりね、学校が大好き、今でも好きだけど、高校時代とかもなんかやっぱあれかな、なんかすごく性格が本当に一般人なんだなってすごい感じてて、やっぱりなんか桜学院とかやってて、やっぱ みんなやっぱメンバーとかはプロ意識もすごく高いし、まあ当時私もすごく追いつくのに必死だったんですけど、やっぱり高校行ってすごく思ったんだけどね、なんか多分すごく庶民的な、この中でも庶民的な性格をしてるんだろうなってすごく感じてて、そう、だからこそ学校が多分好きなんだと思いますね。どねがいいや、でもなんか最近思うのが、
あ、なんかね、違うの。私、森先生に年賀状送ったんですけど、なんか、その、内容が、なんか、なんて送ったんだっけな。なんか大好きな森先生なので、なんで送ったんだっけな、ちょっと忘れちゃった。でもなんか、大好きな森先生なので、なんか今度、飲みに行きましょう。なんだっけな。なんかすごく大好きアピールをしたんですけど、全くそれについてスルーされちゃ、スルーされちゃったっていう。うん。え、もうありがとうございます。なんかこう、そう、コメントがすごく温かくて、そこにね、そう、スルーされちゃったんだよ、森先生。もう森先生にも会えないよね、今コロナで。っていう。はあ、そうですね。なかなかこう、思うように。そう、なんか私はすごく毎回毎回、インスタライブが終わった後に、バズーカトークでしたとかって、自ら言ってて、すごく痛いじゃないですか。バズーカトークって自分で言ってるだけで全然上手じゃなくて、やっぱり話し上手、そして聞き上手になりたいので、すごく高校生の頃はコミュニケーションを取ることを必死にやってきたんですけど、なんかこうそうですね、なんか自分を語る会みたいな、誰も私の話なんて、まあ、こういうところが多分すごくうん、ありがとうございます。そう、なんかね、なんか私はどんなところが庶民的かっていうと、やっぱりなんかでも心の中では割とプライド高いんですけど、あんまり友達といるとプライドがなくなって、そう、友達、え、なんか本当に優しいですね、むしろちょっとね、笑ってるだけだとね、笑ってるだけじゃやめてって友達とかにも言われちゃうから、ちゃんと話さないといけないんですよ。スーパーレディになるプランは決まった？スーパーレディになるプランは自分の中ではちょっと立ててはいるんですけど、なかなか、そうですね、ちょっとまだ心の中ですよね。 B型、あ、そう、 B 型だわ。これのところが B 型っぽいのかな。やっぱりね、血液型で人は判断できないんですよ。けどなんとなくタイプ別に別れはするというか、こう、あーねみたいな、私絶対だ、私 A型ですって言ったら、もうそんな、なんか A 型さんみたいな感じじゃないですよみたいな友達めちゃめちゃ LINE 来るなどんだけ見てんねんって感じ本当にありがとう、みんな。お友達もあり、この前友達に、なんか私一回前の前のインスタライブかなんかで、すごい、なんていうの、なんか、あ、なんか私の知ってる中で10人ぐらい、もっとかな、友達が見てて、インスタライブをね。で、なんかコメントをしてくれてた子がめちゃめちゃなんか何人かいたんですけど、なんか全スルーしちゃったらしくて、気づかなくて、そう。そう、だから全スルーしちゃったから、なんか悲しかったって言われちゃったから、結構気にしいなんですね。そう、気にしがちな性格、そうなの。本当に友達がね、いつもね、助けてくれるの。こうやって気にしてると、さっきは大丈夫だよってえ、マジやばくない？こうやって朝会って、おはよう、え、今日マジブスじゃない？みたいな、
女子あるあるの会話、今日ブスじゃないって言ったら、いやマジさっき可愛いよって甘やかしてくれるだけで一日元気が出るっていう、お世辞でもありがたいですね。なんか今日はちょっとすごく繊細な女の子みたいになっちゃった。友達の子も拾ってあげて。友達ね、もうね、そろそろコメント多分しなくなっちゃったんだよね。あ来た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 。ちょっと誰かは言わないけどね。その誰かは言、誰かは言わないけど、ちょっと。ありがとう。お友達、ありがとう。コメントもっと見て。あ、じゃあコメント読んでくね。コメントを読んでくね。そう、単純だな、単純だよ、単純だから多分接しやすいとは思うんだけどね。今日もさきちゃんかわいいよ、ありがとうございます。今日かわいいですか、かわいいとか言われたらちょっと緊張しちゃうから。なんかそう、でもね、なんかね、お友達にあの私この前 TikTok であの話したじゃないですか、あのねそんなに仲いいわけじゃないけど、なんか好きなんだよなっていうお友達がいてっていう話をしたんですよ。で、その子の話をした直後に、その子が、まじょ、さきは可愛い系じゃなくて面白い系でいけ、みたいな言われて。まあ、やちゃんとはたまに会ってるんだっけ、たまに会ってる、かわいいよ、オーガーかわいいよ、ありがとうございます。あーね、ずっと、そう、私でもね、メイク商品って全然あれなんですよ。メイク商品プチプラ、そう、庶民的だよね本当に。はい、今日はふにゃふにゃしてるって、パーカーかぶって、はい。大ガチャ生まれた時から面白い系、面白い系なんだよね。自分で言うのもあれだけど、全然面白くないんですよ。ちょっと待ってね、本当にごめん、本当にごめんなさい。これさ、桜のライブだったらさ、ちょっとやばかったよね。未だにさきちゃんのファンです、本当にありがとうございます。なんかさ、なんか本当に結構 DM とかで、なんかさきちゃん桜の頃から好きですって言ってくださってる方がいて、そうですね、今でも好きですとか、やっぱりありがたいだって思ってて、ちょっと私近々インスタライブをもう一回やろうかな。ちょっと今日は調子が悪くて本当にごめんなさい。多分ね、一週間に一回とかやってれば、すごく慣れてくると思うんですけど、月一とかだとね、やっぱ慣れないですね、インスタライブも。今日職員室から怒られちゃうやつですね、これは。はーい、って感じで。本当にありがとうございます。納得いか、そう、納得。そうですね。うふふ。ありがとうございます。私実は免許合宿に行くんですね、もうそろそろ。もうダメだね、ちょっと、だって今友達からネタつき取るやんって来たんだけど。そうですね、なんかね、前回のインスタライブの方がやっぱ話したかな。そうですね、そう、運転免許の車の免許合宿を通りに行きます、頑張ります。東京を離れてしまうんですけど、なんか今だからこそ行けるかなと思って、多分そうですね、あんまり遊びにも行けないし、マニュアルはちょっとマニュアルは取れないから、てか私多分免許取っても、免許取るだけで、そう、すごい運転するタイプじゃないと思うんですよね。お友達と
合宿に行きたいと思ってて。そうですよね。そう。そうですね。で、で。うん、合宿ファイトありがとうございます。そうですね、やっぱり計画的に免許合宿はやっていきたいと思ってて暴走しそう。いや、さすがにさ、性格が暴走しててもさ、車は暴走しないよ将来はどんな車に乗りたい、どんな車乗りたいかな。やっぱり、やっぱね、ベンツとかですかね、とか言って。私お父さんがね、車好きでベンツを、そうですね、もう爆弾車になっちゃいますよね。うん、あのねなんか待ってさきちゃんの運転は事故るってきましたね、 LINE で。私さ、3人ぐらいとコラボしてるんだけど大丈夫かな。 LINE の2人とさ、私でさちょっと待ってね。いつかあれですよね、 TikTok ライブとかもやりたいんですけど、この調子じゃちょっとまずいな。ちょっともうちょっとこうしゃべれ誰だ。そうですね、なんかなんかね、その TikTok でね、カツラの動画を出したんですよ。カツラをかぶって、私イメチェン、今日からイメチェンしようと思ってカツラを買いました、この動画を見てくださいっていう動画を出したんですね。ただカツラは全然イメージと違って、あのどうしようっていう動画を出したんですけど、あのすごくあれ全部ネタで、全然全然ね、あれカツラ面白く見ていただけたらよろしいかなと思います。そう、カツラのやつ100均、なかなか、うん、ありがとうございます。うん、そうそう、笑って大丈夫ですよ。なんかすごく皆さんが気遣ってくれてて、すごくありがたかったんですけど、うん、そう、やっぱりこう楽しんでいただけるのが一番嬉しいんですよね。そうで、まあ、そろそろ45分っていうことで終わりが近づいてきてはいるんですけれども、ちょっとごめんなさい、本当に今日はちょっと今までの中で一番計画性がなくないインスタライブで、ちょっとちょっと 歌とかもね、ちょっと用意できてなくて本当にごめんなさい。ちょっと免許合宿から帰ってきたらもう一回ぐらいインスタライブやりたいと思ってるんですけど、あのね、実はモカ先で YouTube をやってるじゃないですか。モカちゃんの方がインスタを始めました。で、あの私が唯一フォローしている1名の方がモカチンなので、モカチンをどん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 フォローしてあげてください。でモカとインスタライブのコラボとかもやっていけたらいいなと思うんですけど、っていうことで、そうですね、ちょっともっともっとこう、まあまあ向上心を持ってそういけたらいいよね。まあでも、まあインスタライブは今日はちょっと、そうだな、まあそう、なんか、そうそうそう、もっとフォローしたらいいのにって。なんか私 TikTok とかもその元子さんですごく好きな方とかもいっぱいいて、本当はフォローしたいんですけど、なんかこう
フォロー誰をしたらいいのかって逆に分かんなくなっちゃって、なんか最後にスクショタイム、最後にスクショタイムいけるかな。はい、チーズありがとうございます。ちょっと近々ちょっとインスタライブをもう一回ぐらいやって、今度はもうちょっといい話ができるといいかなって思うので、ありがとうございます。もかちゃんフォローしてきてありがとうございます。もかちゃんのこといっぱい可愛い子なので本当に本当に生で見たらびっくりびっくりふ一瞬で終わったスクショタイムでしたねじゃあもう一回スクショタイムやろうかな。なんかねダメなんだよな本当に、なんかこだ今日さやばくないって、あ、ありがとう、みんなありがとう、フォローしてくれてありがとうございます。もう一回スクショタイムください。もう一回スクショタイム、あ、アホ毛多めでもう何言ってんだか分かんないんだけどありがとう。よし、じゃあ私が無事に免許合宿から帰ってきて、今日は本当にあれですけど、無事に免許合宿から帰ってきたらまたインスタライブをやって、あのもっと楽しんでいただけるようにしていきたいと思います。よし、じゃあ今日ありがとうございました。うわー急に明るくなったもうさグダグダなんだわ見てすごくないですかこれ、ほら、じゃあ気をつけて運転免許合宿に行っていきたいと思います。これすごいな。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。これ